カイザーストロングバーツは日本のロックバンド2009年結成通称はカイザー。新ーミケー松林祐介持月美佐小林博介赤穂直樹2009年2010年2012年2013年2014年特にバンド名に意味はなく格好良くて強そうな名前を探していたメンバーに松林が提案し決定した彼が幼少期に スケッチブックに落書きしたロケットのような乗り物の名前が由来。部屋を掃除していたところ偶然発見された絵には、カイザーストロングバーツと母親の字が添えてあった。当時サンダーバードに夢中になっていたため、カイザーストロングバードを母親が聞き違えた可能性もある。初期の頃はザソニックスの y ゥーユーラブメト等を使用していた。現在は、 サンダーバードのオープニングのカウントインとエンディングの歌の入っていないバージョンを組み合わせ使用している。カイザーストロング、バーツボリュームは、無限ガラス悪魔と魂砂漠グッドモーニング、KSB ストライクスバック、KSB の逆襲、スモーキーロックサメル、モーメントウォーキン、ブルースタウンボクト、ジェリーアワキ、ボジョー砂漠、ナイトグランジアベアナックル1971、可能性がある損で、 夜が落ちてくる、ロックンロール戦線以上な師匠もない恋の歌賞も、ない恋の歌フィクションベイベー賞もない恋の歌フィクション、ベイベ,ベ,ベー。ありがとうございます。